俺この前エオエオさんに相談したもん。エオさん、俺もそういう、もし次姿出しするならエオさんみたいに全部隠したいと思ってるんですけど、どう思います？って。いやもう本当にやめといた方がいいよ本当にしんどいよ。ガチの相談したかな。何相談してんだ、うん、いやでもエオエオさんだろやっぱそこは。まあエオさんはでもあれがやっぱ姿だからね。別にそうだよ。違う、何言ってんだよお前ら。苦しいとかじゃないんだよ。あれが生まれたままの姿なんだよ。そうだ。はあって。なんかないかな。うまいこと。めっちゃ筋トレしとこ、来たる日のために。マジで胸筋パンパンになって出るからね次俺。うん、きっしょって。は？何？まあでも次やったらどうなんだろうな。妄想しよう。次お食い火やったら何がどうなるんだろうっていう。いやー、やらんやろな、言うて。冷静になってもやっぱ、やりたくねえな、主催は。うん。主催はもう本当にやりたくねえな。悲鳴の嵐